第14夜。月が話しました。森の道に沿って2軒の農家があります。戸口は低く、窓は上と下とについています。あたりにはさんざしやヘビのぼらずが生えています。屋根は苔で覆われていて、黄色い花や岩レンゲが咲いています。小さい庭にはキャベツとバレーショがあるだけですが、生け垣には庭床が花をいっぱいに咲かせています。その下に一人の小さい女の子が座っていました。その子は飛び色の目で、2軒の家の間に立っている古い柏の木をじっと見つめていました。この木は枯れた高い幹を持っているのですが、その上の方はノコギリで引き切られていました。そこにコウノトリが巣を作っていました。ちょうど今コウノトリがその上に立ってくちばしをガチャガチャやっていました。一人の小さい男の子が出てきて女の子のそばに並びました。この二人は兄弟だったのです。何を見てるんだいと男の子は聞きました。コウノトリを見てるのよと女の子が言いました。お隣のおばさんがね、コウノトリが今夜私たちに小さい弟か妹を連れてきてくれるって言ったの。だから私、コウノトリが来るのを見ようと思って気をつけてるのよ。コウノトリなんて何にも持ってきやしないさと男の子が言いました。いいかい、お隣のおばさんは僕にも同じことを言ったけど、そう言った時笑ってたんだ。それで僕、おばさんにきっとですかって聞いたのさ。だけどおばさんは返事ができなかったんだぜ。だから僕にはちゃんと分かっちゃったんだ。コウノトリの話なんて僕たち子供に本当らしく思わせるだけのことさ。だけどそんなら赤ちゃんはどこから来るの？と女の子は尋ねました。神様が連れてきてくださるのさと男の子は言いました。神様は街灯の下に入れて連れていらっしゃるんだよ。だけども人間は神様の姿を見ることができない。だから神様が赤ん坊を連れていらっしゃるのも僕たちには見えないのさ。その瞬間、庭とこの木の枝の中でざわざわという音がしました。子供たちは両手を合わせて互いに顔を見合わせました。確かに神様が子供を連れてきたのです。二人は手を取り合いました。家の戸が開きました。それはお隣のおばさんでした。さあ入っていらっしゃいとおばさんは言いました。コウノトリが何を持ってきてくれたかご覧なさい。ちっちゃな弟さんよ。すると子供たちはうなずきました。二人ともその弟が来たことをもうちゃんと知っていたのです。